500S&W 弾、もしくは500、500S&W マグナム弾とは、スミスウェッソンとコルボンによって45、454カスウール弾や、500ラインバウ弾を参考に開発された、超大型の、50後継拳重要マグナム弾である。弾丸の重量は種類によっては500グレーンを超える。スミスウェッソン社はこの弾薬を、アメリカで最大かつ、 最強の動物であるグリズリーをも一撃で倒せる強力な狩猟用もしくはスポーツ射撃用の弾薬として開発を進めた。しかし実際は趣味性の強い傾向にあるという運動エネルギーは非常に大きく特に同社と共同で本弾薬を開発した頃、本射性の350グレーンのジャケットド、ローポイント弾はその運動エネルギーが3031フィート LBF にも達し、デザートイーグルの使用弾薬である。50AE 弾は愚か、さらには運動エネルギーの点だけで言えば、M1 ガーランドの使用弾薬である強力なライフル弾である。30から06スプリングフィールド弾すら超える、等、一般市場で流通している拳銃弾では、最大の威力を持つ。主な使用銃は、S、S&WM500 や、トーラスレイジングブルモデル。 500などのこれら大型レボルバーの他に、レバーアクションライフルでも使用されている。500S&W300 グレーン FTX、レバーイブルーシオン、hornady.com。ホーネディマニュファクチャリングカンパニー、2010年9月2日、閲覧。500S&W スペシャル350グレーンコーベンハンター、JHP。 ダコタアモ、コルボン、2010年9月2日閲覧。ウィンチェスターハット、ダブータップアモハット、WWW、ベリスティキシュプライ、ネット。2009年7月21日時点のオリジナルより、アーカイブ。2009年7月4日閲覧。トコイマサミ、メカブックスピストル弾薬時点。並木書房。 P304 ISBN 978から4から890633357リボルバーマニアックス株式会社ホビージャパン P141 ISBN 978から4から798613208ありがとうございます